2017年9月1日那覇市松山スクラッチ。沖縄のさまざまな事柄をキュレートする番組098TV がリアルイベントを開催。一般招待客を含めおよそ250名が参加。スタジオを飛び出した 098TV がスペシャルなゲストとともにお送りするスペシャルなイベント、 098TV セカンドリアルイベントモアイ2肉の祭典とコラボフェス。さあいよいよ始めてまいりますけれども、はいはい、098TV のですね、はい、うん、リアルイベントが今回で第2回目なんですね。2回目、はい、で2年前にやったきり、はい、昨年をやらず、おで今回リニューアルしたということをきっかけにですね、はいはい、早速もう一発打ってみようじゃないかということで、うん、これよりモアイ2を始めてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと今回 の企画説明簡単にしますね。さまざまな肉屋やステーキ屋が参加する肉の祭典が会場でお肉料理を提供いたしております。素晴らしい。さあどうですかロマンシアさん、はい、今日はいい感じにアグー仕上がってます、うん、アグー仕上がってる私のアグーが仕上がってる。私のね、いい、あの前足でマイク持っていただいて。前足じゃない、足普通の見て足そうなのね。まあそんなこんなで、はい、今日始めてまいりたいと思います、はい、今日ですね、一人1キロのノルマを貸してみんなでたくさん食べて飲んで、そしてこの番組をですね一緒に作り上げる立場で関わっていただければと思います。 098TV さあ始まりましたよ。始まりましたね。 098TV リアルイベントモアイ2。イエーイ。なんかね、はい、想像を超える大人な感じ。そう、本当に想像以上に大人の層です、ね、さあ今回のテーマなんですけど、うん、はいはい、今日やるのは音楽の可能性についていろいろディスカッションしてみたいなと、はい、思っています。音楽の可能性をテーマに集ったゲストはシンガーソングライターまなみ氏、 098TV のエンディング曲を歌うエリカ氏、そしてタレントとしても活躍するかかずゆり氏の3名。さあまずは皆さんが音楽を始めるきっかけについてちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、かかずゆりさんからいこうかな。はい、はい、まあ私はですね、音楽始めるきっかけっていうとも、本当に17歳の時にオーディションで始めたのがきっかけなんですけど、もともと小さい頃からやっぱ歌うのがすごい好きで、うん、私関空がちょっと母親がずっと仕事で いなかったので、はい、ずっと双子の兄とラジオを聞いてたんですよ、うん、で一緒にずっと歌ってたので、うん、こうもう歌うのが自然になっていたので、うん、もういずれは歌うよう なんて生活に一部になるんだろうなっていうふうには思ってました。へー、あー、生活の一部になっていて、うん、歌が、なるほどね、うん、いいですね。やっぱりなんか大人になったコメントですよね。大人ですよ、だいぶ、はい、続いてあさとさん、その意地悪やめてくださいよ怖い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 。はい、続いてまなみさん。はい、ちょっと音楽とはちょっと関係ないところから入ってまして、はい、小学校5年生の時に、うん、好きな人が、うん、レオナルド・ディカプリオで、おで、好きな人がタイタニックを見たんですよ、小学校5年生の時に。で、最初ディカプリオ目当てでタイタニック見たんだけど、その最後に流れるエンディングのセリーヌ・ディオンのマイ・ハート・ウィル・ゴー・オンで、あ、もうなんて素晴らしい歌なんだろう、もうそっちの方に、うん、最後は気を取られて、うん、でそこからゴスペルだったりとか、うん、それを習い始めて、それが音楽のきっかけになりました。セリーヌ・ディオンが、セリーヌ・ディオンね。さあさあさあ続いて、はい、エリカさん。はい、はい、私はもう3歳からピアノをしてたっていうのが一番大きい理由なんですけども、それ以外には山梨県の本当にすごい山奥で育ちまして、うん、もう何もなかったので、なんか例えば
ちょっとこうテレビから流れてくる歌だったりとか、はい、ラジオから流れてくる歌とかをそのまま耳コピしてピアノでこう作るっていうのが一つの遊びで、でもほんと秘密基地作ったりカブトムシ捕まえたりするのと同じようにこうピアノを常にこう弾いて歌を歌っていたので、なんか私も本当にあのゆりちゃんと同じでずっともう歌手になるっていうのはなんとなくもう小さい頃からずっと決めてましたね。はい、今ではさ、うん、なんで LINE ミュージックでさ、うん、LINE ミュージックって皆さん知ってます？知ってまーす。でそれで1位とか取っちゃってるんですよ。おーすごいですね。皆さんも拍手お願いします。すごい、すごい、大きな拍手は。どうですか皆さん、音楽の可能性についてどう思いますか？うん、まなみちゃんからいこうかな。あの私はいつも曲作りしてるときに考えてるのは沖縄のポップス、うんうん、はい、この沖縄っぽい、例えば沖縄の旋律を使ったりとか、はい、沖縄の楽器を使ったり、それで民謡とかではなくポップスを広げていきたいな、うん、どんどん進化させていきたいな、まあ、そういうのをいつも考えながら、あの沖縄に来て出てくる曲ってたくさんあって、自然とか、うん、まあ、そういうなんか沖縄にいることでできる曲っていうのも、うん、あの沖縄に影響されてるんだなと思って。あ、ここに住んでるからこそ出てくる音楽があると。ジャンゴーデンナイジャンゴーデンナイ見たことあるない知ってる続いてかかずさんお願いします。はい、私真面目な話するんですけど、はい、実は父親が歯科で働いてたんで、私も働いてたんですね、歯医者さんで、うんうん、で、働いてる時に音楽、この、はい、患者さんに音楽を聴かせると、はい、痛みが和らぐっていうのを、があって、で、なんか今ほら認知症とかでも音楽って、うん、すごい効果的って言うじゃないですか。そうなんですね。そう、あのなんていうの、覚えてないけどこの歌だけは歌えたりとか、うん、っていうのがあるから、もう本当にそういう意味ではもう音楽ってもう、うん、浅草さんが言うね、まあ、無限大ですよね、うん、と思います。はい、あれなんか浅草さん突っ込まれたんじゃない今、ね、なんか無限大とはアンサー返されたね今日真面目な話してるから面白くないんですよ。あてからニヤニヤしてた。なんでゆりちゃん、ね、今日真面目なの。結婚すると人は変わるね変わるよ。もっとこう振り切ってたのに、なんかこうまとめようまとめようとするんだよね。大人になってしまったんですね。そう、そういうユリはつまらない。ねえねえ、その歯医者でかける音楽ってどんな音楽なの？あ、でも本当にまあ、オルゴール調のものだったりとか、まあその。なんですか、こう水音が流れるようなこの癒しみたいな、癒しのやつとか、うん、まあ、それぞれなんですけどね。で痛みが和らぐ人もいると、うん、そうそうそう、で和らぎますよ本当に。あ、本当に。私も実際そうだったので、うん、あるあるあるんですよ。続いてエリカさん。はい、私はあの本当にファンの子からいただいた お便りとかお悩みとかをこう即興で毎日ツイッターにお返事返しで歌を作って返してあげたりとか、うん、あとはまあ YouTube で自分で作ってお返事返ししたりとか、うん、結構最初のきっかけがすごいそういう SNS を使ってたくさん発信したんですよね、うん、なので本当にこう発表する場というか、うん、たくさん音楽を知ってもらえるツールが増えたので、うん、だからそれがツイッターだったり YouTube だったり、うんうん、そのテレビ以外ラジオ以外でも本当たくさんのいろんなツールからこう音楽を発信できる場所が増えたので、やっぱこれから音楽を目指している人とか、うん、今まだまだこうちょっと練習中でもいいから、うん、どんどんこう自分の可能性をたくさんアップして、うん、どん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 こう自分のチャンスを広げてほしいなというふうに思います、はい、女子高生に愛されるアーティストとして、うん、まあ、YouTube の再生回数も半端ないんですよ、何万回だっけ、何万回だ、5000万YouTube の再生回数5000万回、すごい、ありがとうございます。本当女子高生に人気なんですね。098TV モアイ2ではゲストによるライブも行われた。どんな時もそばにいるよ、笑顔の日も涙の日も忘れないで、一人じゃない僕が君を守るから。ラビンビュー届け。大切にしたいことが一つ増えたよ。心の中で今ほら感じてる。胸を焦がし震え
分かったんだ。どんな時も君がいれば強くなれる。頑張れるよ。忘れないで。大好きだよ。ずっと君の味方だから Be with you いつも I miss you。どこにいてもつながってる。見えない愛で結ばれてる。忘れないで。離れててもいつも僕はここにいるよ。静かな夜空に流れた光重ねた098TV セカンドリアルイベントモアイ2。このイベントはお肉の祭典とのコラボフェス。会場には食べ放題の肉料理が並ぶ。そしてアグーブランド豚も豪快に鉄板焼きで振る舞われた。すごい豪快。待ってね、これ何？ちょっとカメラさんちょっと待ってください。見たことある。見覚えのある人がいるんですけど。どうもはじめまして、新日本プロレス後藤弘樹です。いや違うでしょ。違うよや。いやドサンコ室田ですよ。ドサンコ室田。ドサンコさん。なんで急に肉を焼く？いやいや。だから松田さんに、はいはいはい、お前が焼いたら似合うんちゃうかっつって。ああ。呼ばれてますよ。じゃあこちらの方は一体どういうお方ですか？あのアグーの銘柄豚推進協議会の松田と言います。あ、松田さんです。このお肉のためにだけイベントに来た人もいるとかいないとか。そしてこちらはねえ、ガナハさん飲んでるアグーとのコラボ。おー、アグー豚そこで焼いてもらって、おーやってます。うわいいな、はい、食べて食べて、とりあえず。あ、いいんですか？いいですね。いや、これこれ、いや、これでしょ。おー、すごい。なんで作れたよ。絶対熱いから。じゃあ、ね、じゃあ、あの、いい一言、芸人の真似しなくていい。番組にも出演していただいたガナハ氏は、ピザを振る舞う。そして、アグー豚のソーセージカレーを出す、アジトヤブース。マグロ丼屋、ヤザエモンブースでは、マグロの巻き寿司を出す。さあ来ました。ここは何でしょうか？ここは食べ飲み屋マシュマロなんですが、今日はもうドリンクだけ、はい、あ、ドリンクだけ。あとこちらアグーの生ハム。うわーすごい。おー、わーすごい。あ、ちょっと待ってください。待って待って、見たことある人がいる。来るのが遅い。すごく来るのが遅い。あんたたち来る前ずっとドリンク入れてたのって。あと俺だけかわからないですけど、はいはい、いつにも増してチラが汚いね。やめるよ。汚いって言うの。ちょっとね、汗のテカリが半端じゃないでしょ。沖縄すごい暑いから、お前少し油取れよ。大丈夫、これあの後であのアンダギーあげるから大丈夫。いいですよ、イヤホン聞こえます。はいはい、あさとさんが。タカ、はい、ちょっと座らんで立っといて。立って立って。え、立ってる。立ってる。あら、あさとさんは立ってる。立ってない。立ってない。何の話してるんですか。 098TV 音楽のマーケットが大きく変わってきてるじゃないですか。うんうん、もう CD が売れない時代が来てるわけですよ。そうですね。で、今いろんなね、あの配信をしていく中で、その権利というものがどん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 こう一つの証券に変わっていってるんですけれども、うんうん、あの時代レコードから CD に変わっただけでも画期的だったんだけど、うん、CD を買わなくてもダウンロードできる時代に変わってきた。そうですね。これからのアーティストさんって結構大変だと思うんだな。でも CD 本当に売れないんですよ。
ね、本当にですか。私そうそう今日去年初めて CD を出させてもらったんですけど、はい、こんなにも売れないんだなっていうのを感じて、私が今意識してるのはなるべく低売りで売るっていうのはやっていきたいなと思ってます。やっぱりこの買ってくれる人にちゃんとメッセージも伝えたいし、一人一人の顔を見てやっていくことっていうのが逆に今の時代は大事なのかなっていうには思います。そうだよね、うん、より生のライブをしないといけないってことですよね。そうなんですよね。でも私はやっぱりCD では絶対に出せないようなパフォーマンスのスキルを上げていく、うん、ライブパフォーマンスを。そうですそうです、うんうん、そういうところにCD はただ単純にライブに来てもらうためのツールみたいな感じで、ライブパフォーマンスに重視を置いてますね、うん、視覚的にとかそういうところで、うん、空間全体をこう作り上げていく。空間全体を、はい、全体で楽しんでもらうと、はい、なるほどね、はい。続いてエリカさん、エリカさんはもうそこ得意中の得意なんじゃない？いや、なんかやっぱり私のファンの子ってすごい中高生が多くって、やっぱり CD1 枚1000円ぐらいするともう3人で割って1枚買うとか、もうほんとそういう感じの子もすごく多くって、でも私はなんかもともと最初はほんと配信限定とかでそういう子たちが簡単にすぐに買えるように100円とかで買えるような逆にツールを私はやりたくって、あえて CD は出さなかったんですけど、逆にでも出さないと出さないでなんかやっぱり形に残るものが欲しいっていうふうに言うこともいて、だからなんかやっぱりそのできるだけ一曲一曲は安く、だけど記念みたいな感じでやっぱり手元にもっと着たいと思った時にベストとかで出したりするのがなんかこれからの CD のもう求められ方なのかなって思いますね、はい、なるほどね、はい、なんか思い出のアルバム的になってるのかな。そうそうそう、ベスト版みたいな感じで、今まではなんか作ったら CD 出すんじゃなくて、うん、作ってその好きな曲だけがいっぱい入ってるアルバムだったら買いたいなって感じなんですよね、やっぱ 今の子たちって、うん、なるほど。そうだからなんかグッズみたいな感覚とあと記念みたいな感じ、うん、だから、うん、そういうのは例えばなんかその中に握手券が入ってるとか入ってないとか関係なく、みんな欲しい子はやっぱ欲しいんだなと思って作ってますね、うん、私は、はい。実はね、うん、最近僕らが取材してきた直木屋さんってアーティストがいるんですよ。直木屋さんね、はいはい、彼は今何やってるかというと訪問販売してるよ、CD を。やばいですよね、訪問販売ってお宅に行くんでしょ。読谷村限定で訪問販売してるのよ、うん、売れるんですか。え、CD を、CD をじゃあ、ピンポン、ピンポンして歌うんですか。ぜひ、僕の曲 CD 買ってくださいって。それって売れるんですかね。ねえ、1日で3枚売れたって。あ、まあ、売れた方がちょうどいいですから。すごいですよ。でも、お家にもし直木屋さんがピンポンって来て開けるかな。いや、もう開かないで、開かないの来てやっぱ重いよ。怖いよね、怖いよ。この音楽を生かしてその可能性をね探ってこう意見交換してきたんだけど、うん、究極、うん、音楽を楽しむってことはイコール人生を豊かにしていくことだと思うのね、うんうんうん、僕らが毎日いろんな思い出をたくさん作ることが、うん、結果音楽の分野を成長をこう後押ししていくことにつながると思ってるので、うんうん、楽しい人生を送ろうよっていうことが、うん、なんか究極のね僕可能性につながっていくんじゃないかなと思うんです、はい、これ最後にこれだけ伝えたいなと思ってるのが、はいはい、僕が尊敬する経営者がいるんですね、はい、で今年亡くなったんです、うんうん、でその亡くなった経営者の方が、うん、僕に最初20代の時に言ってたのが、うんうん、まず会社が厳しくなったら、うん、土地を売れっていうの、うん、はいはいはい、でその次厳しくなった時には、うん、着るものを売れって、うん、三味線は最後まで持っとけよって言われたんですよ。へー、結局は何が言わんとしてるかというと、うん、その欲ってあるじゃない、いろんな、うん、はい、見栄とか、はい、そんなことを大事に抱えるよりは、うん、最後心に残るのっていうのは人生を音楽で楽しむぐらいの余裕を持った人生を過ごしなさいってことをね、その先輩が言ってくれたんだけども、僕もものすごく共感してて、なんかこう僕らが一番大事にしなきゃいけないものって何って言うと人生を楽しむこと、そういうライフスタイルをね、まあどんな立場であったとしてもこれからも演じていくべきだなって思いましたね。098TV、ここでゲストの嘉数百合氏によるライブ。タレントであり歌手としての顔を持つ嘉数氏のステージも見どころの一つだ。あの日見た空は青く澄んでいて、
立ち止まってた僕にはもうわからないことばかり、答えを探してみたけど、人はただ弱さ隠し、自分を守ることでそう誰かを傷つけて、本当は壊れそうな想いを抱えて生きてるんだ。あの日見た空はくすんでいて、美しい心から思えた、答えのとないこの世界だけど、あの空のようになりたいと思えた。098TV。 それぞれ3人にね、あのこれからの目標みたいなことをですね、一言ずついただいて、はい、この回を閉じていきたいと思います。はい、それでは先にまなみさんから。はい、これからはもっともっとライブをたくさんして、沖縄のオーポップス、うん、音楽性を、音楽の可能性をもっと広めて、全国に広めていきたいと思います。よろしくお願いします。拍手お願いします。よろしくお願いします。まなみさん、ありがとうございます。じゃあ続いてゆりさん。はい、私はですね、今のところタレント活動がメインになっているんですけれども、もともとやっぱ私のずっと寄り添っている音楽っていうものをですね、ライブをたくさんしていって皆さんに、届けていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。じゃあタレント書かずゆりではなく、アーティストとしてもさらに飛躍をする年にしていきたいと。はい、今日はこのきっかけになったらいいなと思います。ありがとうございます。さあ最後にまとめを、エリカさん。はい、もう大変申し訳ないんですけれども、9月20日にエリカのコーナーと大事大事、もしかして宣伝しに来たんですか。9月20日に告白百花城というアルバムを出します。はい、ぜひ皆さん、初回版は PV も入ったりしてますので、ぜひお求めいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。拍手お願いします。 098TV、 次回もイベントの様子を紹介、豪華ゲストを迎え、エンターテインメントの可能性についてトーク。今回ゲストに登場したまなみ氏の迫力あるライブもお届け。